よせんさんお疲れ様です。与沢翼さんのね、あの言葉を覚えてますよ。あのフェラーリも買えない人生で何楽しいんだろうとかね、なんで笑ってられるんだろう、そんなヘラヘラしてとかね、完全にあの人をバカにした言葉ですけども、なんか与沢さんはね、そういう意味では人を軽蔑するって言ってましたね。そこそこのところでとどまっている人、できるのにやらない人、もちろん先天的にその能力がなければ仕方がないんですけども、もう自分で自分に蓋をしてしまうっていうのは、要するに人類全体に蓋をしてるってことなんですよね。100人の人がいるとして、100人があの自分の力の2割増しでやると、100人の人が120人力になるんですけども、どっかでサボる人がいたりとか、自分には無理と思ってね行動しない人がいたりとか、まあ、そういうことで人類全体のパフォーマンスを下げてるっていう考え方なんでしょうけども、まあね、与沢翼さんはすごくこう心をえぐるようなことを言うんですけども、あのカイジの、あの悪役みたいにね。でも不思議なことに、どちらかというと悪役の方が正しいことを言ってるんですよね、いつも、で正しいだけに立ちが悪いんですよ。付け入る隙があればいいんですけども、正しすぎるんですよ。確かに、まあフェラーリ1台買える余力があったところで、別に豊かなのかなと思ったら豊かなんでしょうけど、でもじゃあフェラーリを作ってる人って、これが売れると思ってるから作ってるわけですよね。でまんまと売れてるわけですよね。で今回はね、その白い巨塔に出てくる財前五郎っていう人の言葉をちょっと採用したいんですけども、あの欲望が最も純粋なものだって言ってるんですよね。だからその欲望に蓋をして、自分なんかがまだそんな立場じゃないしとか、いや人に見られたらどうしようとか、なんか天狗になってると思われたら嫌だなっていう感じで、自分の欲望にみんな蓋をして、蓋をするのが当たり前になっちゃって、しまいには欲望が悪いものとか、なんか物欲がのみっともないものみたいに思ってるのかもしれませんけども、その物欲がじゃあなければ清く正しいのかっていうと、全然そうじゃなくて、経済が縮小して困る人がたくさんいるわけですよね。やっぱりこう贅沢品ばかりじゃないんですけども、まあコンビニ行ってね、お弁当が408円と3キュッパありますと、腹いっぱいになるんだったらどっちでも一緒と思ってみんなで3キュッパ買ったら、ついに408円の弁当は店頭に並ばなくなるってことになるんですよね。この極端な例ですけど、まあ、でも学食にある ABC 定食みたいに398円と580円と780円って並んでいて、少数の人が780円を買うみたいな、なんかその階層があるわけですよね。でそこで一種の、まあすごいせこい話ですけども、780円の定食を食べるのに優越感を感じたりとか、たまにあれ食べたいなみたいな感じで、欲望が欲望を呼んで、結局ね、その食堂のおばちゃんとかも給料がもらえてたりするわけなんですよね。で何だったかな、あのものすごいいい例をね、使ってくださった方がいたんですけどね、この前ね、この話そうと思ってちょっと溜めてたんですけども、あの塾生さんからご質問いただいたんですよ。でその方はものすごくね、まあアニメとかが好きで、よく違法アップロードしてるのを探しちゃ見てるらしいんですよ。で、塾長はなんかクラウドファンディングとか言って、アニメに何十万とか何百万みたいなことを出資してるみたいですけども、別にずっと待っていれば誰かが出資して、それをコピーで違法アップロードが出たりとか無料版で見れるから、別にそこまでする必要ないのに、なんでそういう風になっちゃうんですかとかね、コスパのこと考えたらそうはならないと思うんですけどっていう風に言うわけなんですよ。まあでもね、無料で見たい人もいれば、きちんとねクリエイターさんのこととか業界のことを考えて適正なお金を払いたいっていう人もいるわけなんですよね。私はどちらかというと、頑張って働いてる人、アニメに関わってる人とか、自分の好きなジャンルで働いてる人には適正な給料を受け取ってほしいから、まあ微力ではありますけども、自分で払える分は払っていこうと思うんですよ。で逆にですね、お金を払う価値がないと思ってタダで見てる人は、それはそれでいいのかなと思うんですよ。でこれを整理すると、金を払って作品を作ってる人たちで、金を払わずに無料で見てる人を養っているって形なんですよね。とかく世の中ってこの構図がどこに行っても出来上がっていて、自力で稼いで周りを養う人と、で養ってもらう人っていうかね、そういう役割が分かれてると思うんですよ。でそれは別にどっちが強くてどっちが、ね、弱いってもんじゃなくて、そういうもんなんじゃないかなと思うんですよね。あるところでは自分がリーダーシップを取って、あるところでは他者に導かれてっていう風なのが、まあ、お互い様なのかなと思いますし、
まあ、私も無料で動画見たりもするんですよ。それは金を払うほどじゃないけども、まあ見たいなとかね、楽しみたいなってものがある。私の評価はこっちにはお金を払えないけどこっちにはお金を払いますよって、そういうふうなそのモザイクでできてるんでしょうね、きっとね。で、無料で見てる人もどっかで何かにお金を払っていたりとかね。で、あとは作ってる方からすると無料で見られるのっていうのは損害ではあるんですけども、でも唯一ね、その見ていただくことによって無料で見てる人が、まあ、いろんなね評判とか噂を流して拡散してくれれば、そして視聴者のボリュームが増えれば、お金を払ってもいいかなっていう人が少しでもまあ近づいてきてくれるっていうところもあるのかなと、無理やり考えればね。まあ、ですんで、これはちょっと人をバカにした言い方になりますけども、いや俺はお金を払って作品を見るよって、君たちはそのおこぼれでタダで見れてよかったねみたいな感じなんですよ。で、それで全然いいですよ、恥ずかしくもなんともないですって人は無料で見続ければいいし、いや自分は本当にこれは金払う価値がないと思ったら、まあ見ないか、もしくは何とかして無料で見るし、もしくは低価格で見るけれども、やっぱこの映画すごいな、作った人天才だなと思ったら、もうお金払いたくなるわけですよね。いやお金を払うから次の作品作ってくださいみたいな感じ で結局そういうバランスで次回作ができたり出なかったりするんじゃないかなと思うんですよ。で、これからね、その作品っていうのはいろんなアニメとかドラマとかの作品とかね、原作が映像化されるものっていうのは、おそらくなんとかかんとか委員会っていうのを組んで作る形から、もう完全にねダイレクトに視聴者がお金を払ってそれをまとめて、その予算で、それの予算に応じたクリエ何、レベルのものをね作ってくれる人たちが集まるってことになるんじゃないかなと思うんですよね。あとはもうトークン制ですか、 ICO みたいにトークン発行してそれを買ってもらって、作品が出来上がったらトークンが値上がりするみたいなね、で配当払うみたいな形になっていくのかなと思います。まあテクノロジーがそういうふうなことも可能にしたんで、だからそうなるとどこまでも無料で見たい人は無料で見れるし、ただし無料で見るんだったら広告が拡散してくれって形でそういう仕組みも作れますしね、今まさにそうなってると思いますし、でもやっぱね、なんていうのかな、まあ、最近ねこの銀河英雄伝説のクラウドファンディングのやつが出来上がってね、 DVD が手に取って、もうなんかこう感じ方なんですけども、この声優さんとかここに出てくる監督とかアニメーターさんとか、DVD のパッケージを書いてる人とか作ってる人、原作者の田中裕介さん、あ、俺養ってるなって気持ちはしますね。堂々とこれ見れるなって、俺の作品ですっていう感じはあるんですよ。別に誰かに自慢するわけじゃないんですけど、だからどちらかというとこの作品作りにスポンサーとして関われてありがとうって感じですよね。で、私はまあ法人で、これ応援してますから、自分の社名もね、社名が広がったところで何の影響もないんですけども、エンドテロップにドカーンと出してくれたりとかして、ね、やっぱ気持ちいいですよ。それは自分一人の心地よさですけど、で経費計上も広告費ってことで落ちますしね、まあ、悪いことばかりじゃないかなと思ってます。何の話でしたっけ、与田翼さん、それから誰でしたっけ、あ、財前五郎でしょ、うん、忘れるところでした。まあコスパにこだわるような言ってみればみみっちい生き方よりもドーンと大胆に行きたいですね、うん、ずぶとくね、ケチキすることなく、たまにちょっとね立ち止まると、あ、でもなんかかもられてるなみたいな気がするけども、まあいいじゃないですか、かもられていきましょう、適度にかもられて、適度にかもられていきましょう、おごると思えばいいですからね、それ。じゃあいってらっしゃい。